皆さん、こんにちは。ワンダイブルビジです。では、今回は、帝国の決断3パッドキットセガサタン版、レイテ沖海戦シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。まあ、レイテで勝利した後ですね、奪われていたマリアナ諸島、サイパン、グアム、さらにペリリューまで奪還を行っています。これはアメリカ軍の艦隊をね、撃滅したことによって、周辺に展開しているアメリカ軍、艦隊戦力がなくなっている状態になっていますので、まあ、その隙をついたと。いう形で、サイパン、グアムで最重要拠点の一つ、ここを奪還することに成功しています。で、今回はですね、ニューギニア方面に目を向けて、ビアクとウエワクですね、この二つの攻略を行っていきたいと思います。でそれにあたって、艦隊戦力をですね、一部、再編していますので、そちらご紹介しておきます。まず今、現存する艦隊、5つあります。第一特務艦隊というのは、これは小沢さん座上の駆逐艦一隻だけですね。まあ、心臓艦が出てきたらこちらに一度組み込む、連動を上げる。まあ、そういう意味での特務艦隊というふうに名付けています。続いて、第二艦隊なんですけども、これ、もともと大和武蔵がいた艦隊なんですが、大和武蔵一度ですね、ドック入りさせています。そのため、現状空きですね。で、第三航空艦隊なんですけども、ここはですね、以前は軽空母も含めて、空母全部で9隻っていうね、かなり大規模な編成になっていたんですけども、今回は正規空母だけにしてですね、ちょっと速度を上げています。今までだと、19ノットとかしか出なかった艦隊だったので、まあ、これをね、ちょっとスピードが出るような形で少し、艦隊の編成を変えて25ノットまで出るようにしてあります。で、ここにはシナノもいますね。まあ、艦載機数がちょっと足りていないので、すぐに戦闘ということにはならないと思うんですけども、まあ、主力として活躍を期待している艦隊が第3航空艦隊。そして、第4航空艦隊は第3航空艦隊から軽空母を引き抜いて、軽空母だけで編成した艦隊がこちらの第4航空艦隊という位置づけになっています。まあ、軽空母4隻なので、少し航空機の数は少ないかなというふうに思っています。まあ、補助的な艦隊という位置づけで考えています。なので、第3、第4、この両航空艦隊は、まあ、一緒に運用することを想定しています。で、そのビアク、ウェワクに向けてはですね、今ご紹介した第3、第4航空艦隊を使っていくんですが、それに合わせてですね、第6艦隊。これも使っていきましょう。これは、レイテ沖海戦からずっと活躍してきてくれている。まあ、本当にね、功労艦と言っていい、随格擁する艦隊になっています。まあ、この随格も使っていこうというところですね。では、この内容で時間を進めていきます。ビアクとウエアクに関しては、第3、第4、第6航空艦隊を投入します。各航空艦隊ですね、出撃しています。まずは、ビアクに対して、航空艦隊の艦載機による爆撃。あと、ビアクに対してはですね、目などからも、なんとか、航続距離の長い石切り子であれば爆撃機飛びますので、石切り子も飛ばしておきたいと思います。これらを使ってね、ビアクの戦力を削って陸戦隊を送り込んでいきましょう。では早速空撃加えていきまーす。ビアクに対して全力攻撃ですね。第3航空艦隊は、まあ、雲流型の空母を中心に、新造空母、シナノなんかも入っている再精鋭部隊、全200機出撃していきましょう。で、この後続くのが、随格。さらに軽空母部隊と続いていきます。ビアク、ウエワクぐらいまでは取ってですね、しっかり航空機を配備して、その後、太平洋方面へと部隊を転進していきたいと思います。まずは敵の飛行場破壊からですね。
行っていきたいと思います。はい、まず第一波攻撃行いました。ウェーキーが敵航空隊の攻撃食らうということですけども、アメリカ軍空母機動部隊再編してますね。まあ第何艦隊かは不明ですが、航空機80機飛ばしてきてますね。ウェイキーがちょっとここノーケアなので、危ないかもしれないですね。直撃機の数増やしましょう。敵攻撃隊80機飛来したものを、まあ約30機叩き落としましたね。さあ、ウェイキーですが、敵の艦隊発見してます。ちょっとウェイキーに関しては全くケアしてなかったので、ちょっとピンチが続きそうですね。はい。ちょっとウェイキーのピンチが分かったので、機動部隊の、まあ、任務を少し変更します。まず第三航空艦隊ですね。ここは運流型シナノが入っている空母ですけども、これは尾翼上枠を引き続き攻撃します。で、随核とあと軽空母部隊ですね。これに関しては一旦ウェイキー方面に転進、敵機動部隊の迎撃に当たります。ちょっと間に合うかどうか微妙なタイミングだと思うんですけども、ウェイキー落とされるとね、今度ミッドウェイへの攻撃経路というものがまた減ってしまうので、ウェイキーは何としても維持したいので、ウェイキーに部隊を派遣していきます。潜水艦隊も同じくウェイキー方面に転進させます。残念ながらウェイキー持たなかったですね。アメリカ軍の速攻が早かったな。まあ、本来であればこの最前線のウェイキーに関してはしっかり、まあ部隊を配備して、艦隊で紹介させて、防衛をしっかり行っておかなければいけなかったところだと思うんですけどね。ちょっと詰めが甘すぎましたね。ウェイキーに関しては、機動部隊派遣してますので、これで奪還を狙っていきたいと思います。はい。尾翼の占領完了してます。ウェイキーが取られたので、まあ、痛み分け一勝一敗っていう感じですかね。このまま尾翼を攻略した部隊は上枠に進出します。で、一方メナドの基地航空隊はですね、前線を一つ上げて、尾翼へと前進してもらいましょう。では続いて第三航空艦隊は上枠の攻撃に入りましょう。これラバウルを救援するためにも絶対に落としておきたい基地ですね。全力攻撃仕掛けていきましょう。直縁機はゼロ。上がってないですね。これだったら簡単に仕留められそうですね。で、先ほども話した通り、ミナードの基地航空隊は今、ビアクへと前進させています。なので、まあ、その上枠の基地攻略に関しては、機動部隊の艦載機と、あとはメナドから、まあ、ビアクへと進出してくれた基地航空隊を使っていきます。続いて、ウェイキーの基地攻撃も始めていきましょう。ウェイキーの方にはどれくらい敵戦力いるかですよね。まずは軽空母部隊から艦載機出撃します。ここも直縁機はゼロですね。これだったら守備隊を削ればウェイキーの再占領できるかもしれないですね。では、ウェイキーですが、陸戦隊と航空隊連携して、再占領していきましょう。まあ、ウェイキーは取られた後すぐ奪還作戦を発動しているので、敵の守備隊の数も多くなく、航空隊もいないので、注意しなきゃいけないのは、機動部隊ですね。敵の機動部隊がまだ周辺をうろついている可能性があるので、周囲の警戒だけは怠らないようにしておきたいと思います。はい。これで、ウェイキーは、再奪還できましたね。しばらくはこの中域海域で敵機動部隊の捜索に当たりたいと思います。では上枠に対しても上陸戦仕掛けていきましょう。まあすでに敵の守備隊ですね。これは
あらかた排除してありますので、上陸できれば難なくこの上枠もね、奪還ということができるかなと思います。はい、上枠占領してまーす。これで、まあ、ライア、ガダルカナルはまだ、一番ね、ニューギニア方面に進出した時と比べると、まだ占領しきれていない、奪還しきれていないというところはありますけども、まあ、だいぶ、押されていた戦況を押し返してきたかな、という感じがしますよね。まあ、一方で、アメリカ軍も早くも、機動部隊を、また新たに再編して、再構築して、ウェイキーを襲ってきたという事実もありますので、まあ、できるだけ早くですね、この後の作戦を考えていきたいと思います。まあ、今考えているのはやっぱりミッドウェイの攻略。それでハワイへ進出っていうのが一つ。あとはですね、ライア、ポートモレスビー、ガダルカナルを取って、オーストラリアへ進攻する。まあ、どちらかになるかなと思うんですけども、まあ、しっかり、どっちの方がいいか考えて、プレイの方は進めていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。